おはようございます。聞こえますか？おーおーおー、時間考えろ。おはようございます。いや今日休みなんだ。というわけで俺は7時までで時間を潰さなければならないわけですよ。昨日買ったんすよ、仕事帰りに1万円。だけど俺の宝塚はとりあえず今んとこ2万円かけれるところまで来た。今日さらに上乗せてくるけん。おはよう。ついでに倒しとくと、あいつを2時間で。健全って、あと2時間しかねえんだわ俺には。やっと考えたん俺は、あいつの攻略法を。仕事中に3人で行ってるからダメなんじゃないだろうかと。ここで一つ仮説が生まれたわけだ。3人やけん魔改造されてんじゃねえのあいつって。怠慢だったら勝てる説、これだ。戦闘シミュレーション、あの二人をちょっと外していってみようかなって思ってるんだが、カマン弱体化される説。いやモンハンしかり、大体そんなもんなんやって。基本3人分の超火力になったのあいつは、きっと。それをちょっと検証してみます。あるかも、あるっしょ絶対。これで一人であの高火力やったらもう間違いなく勝てん。なぜ、どうしてこんな時間に。いや俺戦いに行ってくるから今日はマジで。アルマンしてね、やる、頑張る、まあ、寝起きがどこまで響くかって感じですね。アニムさん行ってから決める、何も決まってない。トラブル、歌うんはそんなもん。あれ相当えぐいらしいが、ただのカバネリでした。本当にありがとうございました。カバネリ嫌い俺。恥ずかしい、別にそういうのはないけどな、恥ずかしいとか。ちょい来た、ハバネリ3倍吸い込み激しくした感じ。ほうな。